次のサブさん大好きですね、ここ。すごい、すごい。すごい、すごい、すごい、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ当たってきますよ。バレます。まあ、ジングタンなんでね。ほら、ほら、ほら、ゆっくり、あ、かかった。一匹かかった、これ。うん、またかかった。え、サビキで釣って、遊ぶのであれば、よし。あ、ごめんなさい。メバルじゃない。あの歯で釣れちゃった。出てきた。カット。よいしょ。サバに見つからないようにメバルを釣る。意外にやる気ねえわ。これ、こすれがかりしちゃった。鉄丸さんは出船中です。モナハマ散歩。鉄丸さんの停泊場。こんな船じゃねえ。いや、てっちゃんの船っぽいんだ。あ、鉄屋さん、鉄屋さん出てるわと思って今プラプラ散歩してたんですよ。今日お客さん乗せてたんじゃなかったんですか。あめっちゃ重いでき、あ、新聞出てます。いてそこら中ってみんな普通にシーバスうおでげえ。でもコンクリートいっぱいいたんだわ。おなんぼっすか。メーターくらいあんじゃねえですかこれ。んメーターくらいあんじゃねえですか。メーターはねえだ。80くらいだった。80くらいですか。サイズだ。トーナメントどうなってんの。延期延期延期とりあえずだから来月から始まる予定ですけど、うん、緊急事態がどうなるかで、ああそれでまたちょっと変わってきちゃうんだ。だからまだうじらはあれだけど、トップ50の人らなんかエレキ船でみんな船用意してたのに、うん、延期になっちゃったから、うん、かわいそうだなと思って。あとマスターズの人らもね、動くだけ動かなきゃなんねえのに、用意だけしてやっぱ延期とかだから大変だよ、ああいう人ら。なんでもどっちみじね、去年もそうだったけど今年いっぱいも振り回さってもしょうがねえべって感じになっちゃってからね、うん、地元のやつしか聞けねえのかな。そう、そんなような感じ。じゃあこれなんか袋あんだったら、ああじゃあいただいていいよ。俺の車にも袋あんないよ。あ、もうゴミ袋は一筆積んであるから。いやいやいや、メバルちゃんグレ見に行ってんだけどまだまだダメ。うん、皆様、鉄丸さんよろしくお願いします。お土産もらって。おう、すぐそこローソンの前のとこで、新しい市場の前のとこで、だから入ってきたのは入ってきたんだと思うんですよ。伊賀はまだ見れない。うん、これで伊賀ったわ。一回ほど油を落とさないと包丁入っていかねえ。